オスマン古典音楽の理論において、悪作は、早いテンポで演奏される音符と、その組み合わせを基調として、その基調を絶え間なく繰り返す、リズムシステムである。その音符の長短の微妙な組み合わせから極めて多様な、リズムパターンを作り出し、2プラス3、2プラス2プラス3、2プラス3プラス3などのように、2調と3調の音節の変化に基づくリズムセルを、平地している。 その名前は文字通り、箱、つまずき、激しい揺れを意味しており、西洋の民族音楽学者は一般的に不規則な、または不可表紙と呼ぶ。これらの表紙は、トルコの民族音楽では主に歌や楽器による踊りの曲として見られるほか、いくつかの民謡の中にも見受けられる。厳密に言えば、トルコ音楽理論では、悪尺ククという用語は、 9の長さの音を223のパターンにまとめているものだけを指している。アクサクはトルコ以外にイラン、アフガニスタン、そしてバルカン諸国の伝統的な民族音楽のリズミカルな構造における重要なパターンである。西洋以外の音楽や東ヨーロッパの民族音楽が西洋に影響を与え始めたため、アクスクのリズムは20世紀の西洋音楽の 数多くの作曲家に影響を与え、バルトーク・ベーラやイーゴリ・ストラビンスキーはそのうちの一人である。悪作のリズム8分の2プラス2プラス2プラス3、描子はデイブ・ブルーベックによるジャズのスタンダードナンバーのブルー・ロンド・アラ・タークに顕著に取り入れられている。ありがとうございます。